ども、エスコーティベリアスです。そして、アウさん、ネコさん、TG さん。おはようございます。おはようございます。本日もですね、あさみゴルフクラブさんから。出た。いつもお世話になっております。楽しませてくれる、こう、アイテムを追加していただいたり、どんどんグリーンも速くなっていっていて、非常にこう、どんどん成長していっているゴルフ場さんなのですが、そんな素晴らしい、あさみゴルフクラブさんでですね、本日はこの4人でとある対決をしていきたいと思います。チームドラゴン対チームゴルフハウス。チームドラゴン角ですよ、それドラゴンの角ですね。なるほどね。はい、ということでやっていきたいと思います。チームドラゴンはね、実はなんかこうチームドラゴンというイメージというか、名前が先行してよく組んでるようなイメージを持たれてる方もいらっしゃるかもしれないし、僕もそう思ってたんですが、実はまだ今日で2回目なんですね。1回しかやってないんですよ。1回しかやってない。ただよく言います、ドラゴン世代ってよく言われます。ドラゴン世代、なるほどなるほど。ドラゴン世代のお二人、なんと勝率 100% ですね。そうですね、1回しかやってない。勝率 100% ペアなんで、今日僕らね、チームゴルフハウスも多分2回目ぐらいかな。でも意外と今まであったっけ。ゴルフハウス、ありますあります、あります。あ、そうか、俺と土井さんでやった時か、小川カントリークラブ。そうです。そう、だからその時勝ったのか。あ、いや、負けた。あれも3位。あれか、あれか、さあ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 。じゃあ僕らあれですね、勝率 0% ペアですね。まだ1回しかやってないでしょ。まだ1回しかやってない。だからまあまあ2戦目だし、まあ、2戦目が重要ってよく言います。まあそうですね、今日勝てば。はい、だから今日、そうですね、今日ちょっと僕ら、あの、勝ちパーセンテージをつけたいところですね。そうですね、まあ、50% にしたい、で、勝てれば 50% に並ぶっすね。並ぶんでまたトントンになりますね。トントンになりますね。なんとかトントンにしていきたい、これ一回負けちゃうとまたトントンにするのもう何回か勝たなきゃいけないから、そうです、もう大変ですよこれ。でも二人はさ、よく競技で出てる名コンビ。まあ結構いろんな大会で全国行ったりも、全国行ったりね、メダリスト取ったり。まあでもそれスクランブルの話なんでね。そうそう、あ、また変わるか。またちょっと違う。オルタネートなんてないもんね、競技。俺らスクランブルに関しては結構得意意識すらあるんですけど。マジで全国区だもんね。ただオルタネートってやるとまた話違いますからね。全然違いますよね。全然違ってくる。むしろそのスクランブルのイメージがあるがゆえに、なんか歯がゆさも倍感じるというか。なるほどね。スクランブルってこう、やっぱうまくいく前提で進んでいけるんですけど、スコア出るのがもう当たり前になってくる。当たり前みたいな。そう。でもなんでオルタネートは出ないのが当たり前。出ないのが当たり前なんで、はい、そこのこうね、塩梅も僕らのメンタリティで影響してくるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな感じでやっていきたいと思います。いつも通りですね、ルールはオルタネート方式、完全に交互打ちですね。仮に OK が出たとしても、その OK パットを打つはずだった人じゃない方の方が、ティーショットを次打ちます。はい、もう本当に完全なる交互ですね。で、18ホールのストローク対決ということで、まあ、あとね、こまごましたルールは、まあまあ、その場その場でちょっとね、確認しながらやっていければと思いますんで、そんな感じで進めていきたいと思いますが、TG さん、どうですか、意気込みは。まあそうですね、ジョン・ポラブルターとしては、トラブったか。まあ、行ってみるく。行ってみるく。ない。行ってみるく。ということで、じゃあ、アウさんも行ってみるくでいいですかね。いや、僕、今日の目標あるんですよ。もうチームドラゴンとしての。アンダーです。ね、ああ、スコアアンダーで。アンダー出します、今日は。もうまだね、オルタネートでは安五郎出てないかな。うん。2オーバーぐらいが、アウさんとバッサンのあの、すげえ噛み合ってた、あの2オーバーかなんかが、最高。このまあほぼ不可能って言われてます、オルタネートで。オルタネート、だからまあプロ2人で出るかなって感じです、ね。ギリ出るかな、それを今日見せます。なあ、バッサンよりかは全然、あの、ね、やりやすい、まあやりやすいはずですよね、はい、確かにあれよりは良くなる、はい、やっちゃいましょう、やっちゃいましょうね。レオナどうですか。勝ちたいですね、ただただただ勝ちです今日は。どうあれどうあれ、まあ言うてプロはいますから相手は。まあね、うちらアマチュア同士なんで。なるほど、頑張りたいです。はい、まあということでね、はい、まあ楽しく真剣勝負やっていきたいと思いますので、はい、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。そしてね、チームゴルフハウスということで、ぜひねゴルフハウスご検討中の方は、概要欄から、お問い合わせできるようになってますので、ぜひ見てみてください。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。
やんよ、うん、やってやんよ、うん、ドラゴン辰年のお二人どうだ。この二人はチーム慣れてますから ね、 ね、普段から2回目しかぐらいしかオルタネートはやってない。でも普段からまあまあ、まあ、ダブルスの競技とか出てるんですよこいつ、うん、まあ割とお互いのあれはただ、うん、あの僕ら2人とも今日初めてのクラブがバッグの9割ぐらいを占めてるっていう。つい届いたんですよ。ね、以前あのボスのそうフィッティングしてやった。2人の欠点はね、あのダブルスの競技出すぎてね、些細なことで喧嘩するようになったんです。なるほど。これやりすぎたあるでしょうね。これは喧嘩はしてないです。俺たちの浅見。中の1は中1パー5お兄さんなんで耳かけてるんですか。いやいや伸びすぎちゃって、ああちょっとなんかちょっと、うん、ちょっとこういう風に浮かせたろう。ちょっとダダ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 いきます。あ、ごめん。おーおーおーちょっとね、大丈夫。人いないけど。いや俺は言ってますよ。最初俺は好きだよ。そういう意味で言ったんじゃないよ。いや、わかります、わかります。やだよ。違う違う違う。人はいないけど、いや、俺の気持ちを表しただけです。いなくてもファーを言うタイプだな。いやいや、その方がいいですよ、絶対。しかも真っ先に。ファーを言ったことに言ったんじゃなくて、セカンド大変だなっていう。お願いします。お願いします。あー、ちょっと巻いた？おまあこっち出てそうな感じですね。珍しいっすね、アウさんがね、ラッセルのなんて、うん、もらったんですよ。十分に減速をお願いいたします。あの、小刻みに圧をかけないでピンまで311ヤードです。これ得意なフックボールですね。ね、フックと言ったら、いやんか俺かみたいな。そうですよね。朝一のフックが一番得意です。じゃあ、試運転しないフックいきますか。はい。5番やん。5番やん。ハンデルちょっとある。フックしすぎ？あ、いいとこ？あー、良さそう。うん、ナイス。ナイス。ナイス。オッケー。バンカーから出します。はい、ナイスアウト。完璧。220ぐらいですね。左ラフですよね。うん、新品のアイアン。違うかな。記念すべき第1打は隣のホールのバンカーからのなんかちょん出しでした。しかもちょいダフリで傷ついた。ああちょっとね、ああちょっとあれ。スリーウッド220ヤード。220ヤードスリーウッド。はい。おお、うまい。うまい。超えた。ああちょっとやった。うん、ナイス。うん、ナイス。上げてんだよね。100ちょいぐらいですかね。チュピン手前120。修理値ですね。これ修理値9歳ですね。修理値9歳でございます。126だけど126。ちょっといや、あのちょっと静かにしてこの辺ですよね。ニューレスト。あ、そうですね。ね、こっからこういう感じでしょ。ちょっと静かにして静かにして。いや、ニューレストここでしょ。ここっすよね、機体がね。そうですね。うん、なんか後ろ下げようとして木をスタイミーさせようとしてんのさ。怖いね。怖いっすね。怖いですよね。これドロップマジでいろんなトラップが潜んでますね。いや、これ、いやここ行くよな。ありえる。そこに置けば行きがち。そこ行かないっすよね。いやいや、うるせえ、うるせえ、うるせえ。あ、まあまあまあ、まあ、いい絶妙な126ヤード、はい、ピッチングで、はい、いやまあしょうがないですね、これライは。実は今日は別です。やってみましょう。今日はとか皆さんすいません。今日はって別します。皆さんすいません。エゴさん、あの俺のアプローチが確実に乗るなんて思わないでくださいね。いや大丈夫です。え、はい、ウェッジ何したんだっけ。ザ・クラフトですよ。クラフトか、はい、50、はい、60度で、はい、50ヤード60度。チームドラゴン第4打。
スピン入ってんなこれ。ナイス。ちょっと傾斜、あ、でもナイス。まあワンピンぐらいのところに。これでも悪くないんじゃない？ラフ。そうっすね、ラフなんで、うん。ラフでちょっと浮いてる感じだしね。いや、オッケー出ないっすよ。ちょっと下ってんの？そっから。登って下りみたいな感じ。うん。芝から打つの本当初なんで。うん。どんなもんかな。さあ、いきます、58度で。スピンもいい。ああ、悪くないよ。やっぱ新品だからスピンかかりますね。うん。これお互いパター合戦ですね。うん、さあ、なんとも言えないね。チームドラゴンの方がちょっと遠いかな。カップ打ち。うん、カップ打ち。さあ、この、宮崎でゲットした僕らの、プロアマチームスクランブルのマーカーを、両者使っております。ちょっとネコさん、ちょっと出てもらっていいですか。あ、ちょっとね、これあるあるっすね。炎上線上に、炎上に立たる、ちょっとまあ今いいですけどね、ちょっとマナー違反だったんで指摘させてもらいました。大変失礼しました、ライン上に、うん、は？は？笑いが本当に本当に、いやいや本当ないわそれは。本当ないわマジで。絶対使ってねここ。絶対使いますよ。届け。いやよく入れた。ああ。うまい。いやこれはね。左のさ、スラ。あ、オッケーないんだけど。スラ。いやオッケーです、オッケーです、オッケーです。いやいやちょっと敵ながら今のは。あれスラ。かわいそうだな。まっすぐ？まっすぐっすね。まっすぐっす。まっすぐです。まあ、気持ち、スラのマージ見てもらえたらいいんじゃないですかね。カップは、カップは外さなくていいと思いますよ。まあ、ほぼまっすぐだと思います。ちょっと集中力消えちゃいました。いや、あれはしょうがないですね。あれはもう。カメラは大丈夫なんだ。今日やばいな、猫さんが。やばいな、うん、いつもやばいけどさ。ちょっと待って、時間ないんで行きます。うん、ナイス。スラーしましたね、ちゃんと。あ、したよね。危なかった。ナイス。ナイスパー。さあ、パーボギーですね。さあ、さあさあ、パーボギー。チームドラゴンはね、同い年のペアですから。そうですね。ねえ、息ぴったりなはずですよ。みんな今日多分、ああいう邪魔いっぱいされますよ。なるほどね。気をつけましょう。気をつけましょう、ほんとに。ほんとに笑い我慢できないじゃん。あれは味方でもない、ないぞってなりますね。さすがに安くも登場してくれるこれは。はい、あ。グッドタイムやったかも。今日ずっとね、いや、セカンド地点もそうだったし、うん、ずっと今日猫が一言多い日なんですよ。なるほど。はい、あ。スイッチ入ってる日だね。一回切ってちょっと切れます。一回切れる、はい、一回切れます。はい、あ。前待ってます。中にパー4、417。お借りしてるやつに見てますか。これを貸していただいた。長くないかな。借りてる期間長くないかな。メンタル期間がね、うん、あのウッドティー最強説っていうのを僕、まあ前回ぐらいからちょっと言い始めてて、普通のウッドティーってことですか。そうです、ウッドティーでやってるんですけど、ショートティーはウッド。あ、そうですか、うん、たまたま持ってるから。持ってるから、うん、でいいじゃんっていう、うん、プロみんなウッドティーだからね。いや、ティー変えてね。こういったらまずいっすね。うん。何だって言ったね。ティー業界をすぐ敵に回しましたね、今。ピーしといてください。うん、いいとこ行ったね、こっちだ。完璧だわ。すごい。うわ、完璧だわ。いいとこ、ヘアウェイ。ナイス。ちょっと吹いたからバンカー捕まるかと思いました。聞こえたもんね。うん。完全に来ました。うん。ナイス。着弾捉えた、ちゃんと。着弾捉えましたね。キャリーで180ぐらいです。
ディスられるよ。キャリー180の人、全国のゴルファー全員ディスられた今ので、ね。キャリー180ぐらいだったんじゃないですかって言ってるだけなのに。全国のゴルファーの皆さん、キャリー180の人はゴルフするなって。笑ってないですよ。いいよクラちゃん。言ってないですよ。品格を疑うね。猫さんはドヤさんがいないと飛ばし屋のスタンスで話し始めるんですよね。結構来てますね。キャリー180の割になって。ひどい話だよもう。アイアンショット185、左足上がり、つま先下がり、風は右から。何番で行かれますか？7で。はい、185ピン奥7ですよ。猫さん 7？ そうですよ。打ち上げ、うん、これが TG さんですよ。おわー、ちょっと左だ。あー、ちょっとあー、ちょっとこぼれたか。でも距離はいってるな。左。女はでも最近も引っかかってないですか？引っかかってないですね。そうですか。やっぱ俺の詐欺には引っかかんねえかな。17打ち上げ入れて。157。どうしよう。7。初打ちです。7行きましょう。うん、7で。全然いいっすよ。うわ、いいね。あ、これちょうどいい。てか、めっちゃいいわ、多分。おぉ、ビッグボスだね。いや、ビッグボス。ビッグボス。うん。いや、さすがだよ。さすがだね。うん。3、4メーター。はい。得意なとこ置いといたから。いやー、すごい得意です、あそこ。ありがとうございます。作戦通りですね。作戦通り。仲いいなぁ。ドラゴンは作戦通り。これがドラゴン。うん、パターンでいきますよ。なるほど。あー、曲がりそう。曲がりそうだ、これ。曲がるよ。30ヤードぐらいかな。30ヤードぐらいパターン。あ、いいんじゃない？あ、いいぞ。いい。すごい。いい。おお。うまい。うわ。よっしゃ。すごいわ。さすがです。やっぱいいとこ刻んだね。すごいわ、今。よくわかりましたね。バーディーパット。はい、4ヤード。はい。うん。カモン。おぉ。うっせぇ。あれです。そうです。いや、ちょっと今、カーでもいいやって思いながら打っちゃいました、今。うまい。お、作ってますね。あれこの人、もしかして。どうも。宮崎でもね。宮崎で一番圧出ていた。どうも。ヤスコ惜しかったね。うん、ナイスパットだ。ありがとうございます。ついね、朝見でオールバックたけしさんにお会いすることができて。俺もインスタでしか見たことなかったんだ。オールバックたけしさん。ちょっとね、今までちょっとサインのプレーが崩れてたんで。うん。いやー、オールバックたけし。いや、入れ直したらいいですね。中3番パー3、200ヤード。浅見さんの美しいこの。あの位置ってなくない？あんまりない。すごい左振ってますね、これ。今、前の人が打ったあたり置けたら最高だけどね。うん、奥よりはバンカーの方がいいっすよ、ね。今日、ガチで打つの初？フルスイングは。初っすよ、はい。昨日の夜だもんね、受け取ったの。あ、そう、バンカーで来ました、これは。一応、押し込みで177ぐらいです。はい。6番で行きます。6番。ちょっと右？だいぶ距離残ってますか？ああ、届いてる、乗ってるね。とんでもねえパット残しちゃいました。うん、大丈夫です。あさん何番ですか？5ユー。5ユー。ああ、やっべ。置いちゃってるぞ。逆に良かった？こぼれた。うん。逆に良かったっすね。あれ、もうなんか、ピカつけたらやばかった。逆に良かったっすね。次、TJさんの番っすね。はい、来ましたね。寄せ頃じゃないですか。アプローチを打つサイドとしては、まあ、いい方からっすね、うん。足が使えて、うん、はい。ただちょっとね、段があるんで。うん。段だ段。そう、段だ段を、キャリーで越すのか、ワンチャン転がしていくのか、まあっていうか俺らのパットの方がヤバそうっすけど。いや大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあパッター持っていかなくていいですか？いや2パットでしょ。いやこれオッケー出るから。いいな、これアプローチで良かったかもしれないですね。いいですね。確かに弱いですよこのダウンは。
さあ、アプローチからいきますか。42、はい、8番ヤンで、はい、あ、うまい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 、いや、ナイス、ナイスですよ。ういきます。さあ、30ぐらいあるっつって、うん、ああ、まあまあまあ、ナイス。これ入れたいとこだな。すがどんぐらい見るかな。下りの今日でも思ったより切れてるんで、結構切れますよね、うん、ここ狙いぐらいいきます、ね、そう、なんか打ち出しはその辺したいよね。そうですね、うん、上りだからね。3ヤード、はい、パーパット、うまいよ、うまい、これですよ。ナイス、ナイス。言うほど下ってないですか。まあ一回ね、あの上りの面に当たるのよ。なるほど、わかる。ちょっと強かったかも。オッケー。オッケーした。ありがとうございます。うまい。うまいボギー。まあちょっと上についちゃったのかな。いや、あのアプローチ良かったですよ。まあナイスパーですね。いや、ナイスパー。ゴルハウスさんは。ゴルハウスさん、やっぱね、組み立ててるからいいよ。いいよね。皆さんね、ぜひね、ゴルハウスの方をね、概要欄に貼っとくんで、エゴさん何か言っとくことありますか？いや、もう皆さん、次回来週どうぞ。明日ね。